チームがね、スタートダッシュをかけた開幕シリーズからドアラ、ちょっとよく聞いてよこれね、うん、7回の勝敗占いバク転タイム、はいはいはい、これがなんと、うん、あんまりうまいこと言ってません、はい、もっとアベレージがちょっととんでもない言える数字じゃないんですが、はい、これなんかちょっと言い訳めいたものってないでしょうかね、はい、皆さん多分その辺知りたいなと思うんですが、次、次、そうですね、触ってほしくないことかな、そういうことですね、はい、あ、これ触っちゃダメって書いてありました、はい、次から本気、おー、ちょっと待って、今まで本気じゃなかったってことですね、そうですね、まだオープン戦だったのかな、あね、ノアの中ではね、はい、はい、ということですね、はい、でもね、皆さんこれバク転に行くのは簡単にね飛べると思ったら大間違い、まあバク転は本当に難しいんですが、本当にね、難しいんですよ、はい、そうなんですよ、ドアラの場合はひねりが入ってるんです、はい、皆さんご存知ですか、はい、ちょっとうなずいてますけど、そうは簡単にできないですよね、そうなんですけど、はい、でもオープン戦の時ね、ドア、はい、ひねってなかったよね、そうですね、あれ、はい、まあ練習ということでね、はい、ありますけども、はい、きっとね、5月9日の長野川球場ではこれはもうひねって成功してくれることだと思いますが、ね、ドアラね、ね、はい、じゃあその辺の長野川球場でのファンサービスを含めた意気込み、まあ、バク転も含めた意気込み、これをちょっと聞いてみたいと思いますが、はい、長野川に向けて挑戦してくれてるのかな、ドアラはね、うまいこと言いますねほう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 、おいいこと、はい、自分のできることはできるだけやる、おー、はい、拍手が湧きましたけどね、はい、よく考えたら当たり前のことなんですけども、はい、はい、いいですよ、いいですよ、これドアラが言うとこうやって拍手が出るんですよね。